オイスターチュードル。4分割ダイヤル。スモールセコンド仕様のヴィンテージモデルです。1940年頃製造。REF3136。15席の手巻きモデル。素材はステンレススチールです。ラグ幅は15mm、ケース径は約 30mm、リューズ含まず。厚さ約 9mm です。操作方法。リューズの巻き上げ感も軽快です。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス90秒前後に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴。希少な手巻きアンティークロレックス、オイスターケースのヴィンテージモデルです。精密なムーブメントを水気や不意の衝撃から守るために開発されたオイスターケースや、ねじ込み式のリューズ、スクリューバックなど、ロレックスの黄金比を支えた基礎となる技術を搭載したヴィンテージモデルです。1940年代頃のモデルかと思いますが、6694などよりもやや小さなボーイズサイズです。ロレックスのロゴが入る以前のオイスター社のロゴとチュードルのプリントがあります。
後にチュードルとして独立したブランド名に移っていきますが、それ以前のものかと思います。スピードキングやラーレーなどアンティークロレックスのミステリアスなペットネームの中でも特に希少なモデルになります。レイルウェイのミニッツマーカーに夜行のリーフハンドのコンビネーションで、この時代にのみ見られたバリエーションです。スモールセコンドのアンティーク感のあるフェイスです。搭載ムーブメントは手巻きのヴィンテージキャリバー、15石のロービートキャリバーで、シンプルな構造ですので故障も少なく、メンテナンスも容易なことから安心してお使いいただけます。リューズは刻印なしです。裏蓋にシリアルナンバーの刻印と初代オーナーのものと思われるサインの彫り込みがあります。ベルトは社外製のブラウンレザーが装着されています。ヴィンテージコレクションとしてもおすすめの希少品。価値あるタイムピースを所有する楽しみを味合わせてくれる一品です。コンディション、文字盤、ダイヤル。ダイヤルは全体的にやけくすみがありますが、程よいヴィンテージ感が出ています。文字、メモリにかすれがあります。ケース、裏蓋。ケース、裏蓋は経年の擦れ等がありますが、年代を考慮しても良い状態を維持しているかと思います。リューズ横に深い線傷、裏蓋にオープナー痕があります。裏蓋に初代オーナーのものと思われる刻印があります。ベルトは社外製で少し使用感があります。
付属品。付属品はなく本体のみです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。